ケローナの湖畔にあるオゴポゴのオブジェオゴポゴはカナダブリティシュコロンビア州のオカナガン湖で目撃される水性の馬。体長は約5から15メートルで60センチメートルほどの大きさの頭部はヤギか馬に似ているとされ背中にコブがある。体は緑色で所々にチョコレート色の斑点がある。 記録に残っている最古の目撃例は1872年だが、1912年の目撃騒動以来有名になった。近年になっても、大型の生物が水面近くでうごめいている映像がたびたびテレビでも放映され、テレビ番組で特集されることもあり、ネッシーや土の子などと比べると存在の可能性が高い馬とされている。姿や泳ぎ方は同じカナダに生息している。 マニポホと告示している。もともとオカナガン湖周辺に住むインディアン部族は、この湖に住む N ヘクタール A イトック、またはナイタカという名の巨大な怪物の存在を語り継いでいる。また、周辺のインディアン部族には、殺人を犯した罰として、大精霊によって大蛇に変えられた人間の変化団が伝えられている。正体について皇帝派は、 オカナガン湖に住むウザメの倍数大切、バシロサウルスや、主張流、新種のクジラ説を唱えている。一方、否定派は、湖の副振動や定常派が原因の5人や目の、錯覚ではないかとしている。ブリティッシュコロンビア州のアイスホッケーチーム、ケローナロケッツのマスコットは、オゴポゴを参考にしている。ありがとうございます。